はいどうも、コンシェルジです。あのさ、復縁するためのその甘いアドバイスとか、甘いその歌い文句とか、そういうのには絶対こう騙されないようにしてもらいたいんですよね。っていうのが、僕って結構厳しめじゃないですか。どっちかっていうとその復縁のカウンセラーというか、復縁をそのサポートしますよっていう人たちの中では、多分僕って比較的厳しめだと思うんですよ。で、厳しめだからこそさ、 こう、心がこう、うわってやるぞっていう気になって、えー、コンシェルジュさんお願いしますってご依頼していただく方も多いんですけど、でもやっぱりさ、あのね、心弱ってる時には、柔らかい言葉、甘い言葉に飛びつきたくなるのが人間の差がだよね。例えばここにさ、バネがあります。ね。バネ。ありのままでいいんですよ。そのままのあなたで大丈夫ですよ。ね。そんな深く考えることないですよ。こういうふうに LINE すれば簡単に復元できますよ。 たたたっのでで復縁できた方法 <laughs> 男らしさなんて古い女らしさとかも古い男女平等の時代ですよねあなたの場合は簡単ですよちょっと頑張れば復元できると思いますよ成功率は92.7%ですよそのね92.7%とか嘘だからね、うん、あのよくねその実地復元工作屋の実地復元工作屋のなんかこう あの怪しいところがそういう数字出してくるそういうい数字はお客さんの心を揺り動かすっていうテクニックを分かってるからあのこうなんかそれっぽい数字を出してきてあそうなんだみたいな86.5%とかね <laughs> その辺全部嘘なんでそういうのも間違わないようにしてねこれさ何も変わらないじゃないですかまた戻ってるよほら優しい言葉甘い言葉大丈夫だよちょっと頑張ればできるよ何も変わらないでしょこれはあなたですよ 何も変わっていえじゃん。甘い言葉を聞いてるからです。僕は違うでしょ。僕ちょっと厳しめなこと言うよね。例えば女性とかに対してだったら、まあ、これはよく一番言うけど、もうセフレになる覚悟を持ちなさいって言うじゃないですか。ほら。そういうことですよ。もうこうなっちゃったけどさ、例えばまあ男性に対してだったらさ、他の女と付き合ってみれって言うじゃないですか。これが変わるってことさ。 厳しいアドバイスじゃなきゃ状況変わんないんですよ。厳しいアドバイスじゃなきゃこの人間の心の、ま、例えるならば DNA みたいな形してから、ま、DNA って言いますけどね。例えるならばそういう心の中のそういうものが、柔らかいアドバイス聞いてたって、甘い言葉聞いてたって何にも変わらないんだよね。僕みたいな、その、ちょっと厳しい奴が、お前頑張れって、そうやって言うから変わるんですよ。あなた諦めちゃダメだってって。 言うから変わるんですよ。これやれ。これやらなきゃダメなんだ。ね。そうやらないと変わらないから僕厳しめにアドバイスしてるんです。どうしようね、これ。<laughs> だからさ、だからさ、ちょく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 さ、その、なんかこう、簡単なこと簡単なことやっててもすぐ人間の心戻っちゃうんですよ。ね。ちょっと努力する。ちょっとやってみましたって。まあ、その時伸びてるような感じするけど、まだ戻る。うん。 ちょっとこれ頑張ってみました。戻っちゃう。頭の中でこれ頑張ろうって思っただけだと、ちょっと頑張ろうかなって伸びるけど、これ硬いやつだな。これ硬いな。<laughs> 伸びるけど、また戻っちゃうんですよ。うん。なので、ちゃんとめんどくさいことをやらなきゃいけない。例えば、目標は紙に書きましょう。<laughs> 買った。目標は紙に書きましょうねって、ちょっと伸びた。うん。めんどくさいでしょうん。でもめんどくさいことをやらないと戻るんですよ。 めんどくさいこと大変なことやるから、大変なことやるから戻らないの。なんでもそうじゃなかった。受験勉強だとかだってそうだよね。大変な勉強をするから身につくわけじゃないですか。忘れないんですよ。時間をかけて他の人より大変なことやるから成績が上がるじゃないですか。仕事だってそうじゃないですか。他の人より大変なことやるから、まあ成果が出てその成果は固定化されるというか、戻らないんですよ。まあ新しい自分にワンステップね、そのランクアップできてるじゃないですか。 だから僕らの心は僕も含めて常にバネなんですよ。戻ろうとする。楽な方にね。今まで自分が住んでた楽な世界に常に戻ろうとしてるバネなんですよ。でも、新しいね、復縁できるような自分に生まれ変わるには、その状態じゃダメでさ。うん。やっぱりその、ものすごい力を加えないといけない。それどういうことかっていうと、復縁で言うとめんどくさいこと。あと厳しそうなこと。例えばネット復縁工作にお申し込みされる場合もそう。あの、絶対成功するとは限りませんよ。 例えば10万円20万円かかるけどキッつ。最悪失敗する可能性もありますよっていう。その覚悟を持ってあなたが来た時に状況変わるじゃないですか。絶対復元できるんだったらお申し込みしますとかですね。あの成功率低いんだったらやめますっていうのはこの,こ,のこれよ。ね。このもうちょっと伸ばしたら伸びちょっと伸ばしたら伸び他の業者に問い合わせしてみては戻り。ね。うん、なんかちょっとやってみては戻り。 あなたのこのバネの伸びしろじゃ届きませんからね。あなたがこうやってこうやって、もうこれ以上いかねえわ。こうやってこうやって伸びて、痛い。伸びていかないと、彼女さん、彼氏さんには届きませんよ。でもうここまで来ちゃったら本当に戻りたくても戻れないからね、ほら。これが人間変わるってことですよ。性格が変わる。考え方変わる。価値観が変わる。人生が変わるってことです。 ここまで来るとマジで戻れないです。例えば僕昔怒り、怒りっぽかったっす。怒りっぽかったですけど、今全然もう怒りっぽくないんですね。何も起こらないんですよ。うん、もう怒り方を忘れてるんです。もう戻れないです。あの、何でもムカついてた頃のダメな時代の、例えば10年ぐらい前の自分には、もう戻れない。うん、戻り方がわからないし、起こり方も忘れた。うん。あと、うじうじ、うじうじしてさ、あの、めめしいことばっかり考えてた、あの頃。ね。 あの頃にはもう戻れないんですよ、うん。こうなったからです。そのためにはやっぱり厳しいアドバイスがあったし、うん、覚悟いる、覚悟のいる決断があったしさ。だからあなたも、このバネ、バネの話、うん、忘れないで。これ僕が考えたから。<laughs> 僕が、あの <laughs>、これ僕オリジナルだから。もしかしたらどっかで <laughs>、 あの、似たようなことを言ってる人いるかもしれないですけど、このバネの話は本当に、ああ、人間の心ってそうだなっていうふうに、ホームセンターうろついてたら気づいたんですよ <laughs>。ホームセンターうろついてたら、あれこれって人間の心みたいだって思って、あ、これはこの動画で話せば、あなたに対してね、本当にズバッと心に刺さってさ、頑張るぞっていう気持ちになってくれるエピソードになるかもしれないから買ってこうと思って、買ってきた話。このね、あの、バネの話を忘れないで。 いつでも戻ろうとしてる。うん。思い当たる節があるでしょう。いつでもあなたは戻ろうとしてますよ。ダメな自分に。負けないで。で、ここまで来ちゃったらもう戻れないから。うん、以上です。頑張っていこうね。コンシェルジュでした。ではまた。